8時か9時ぐらいですか、その尾道都線の桟橋からまた車が落ちたってことで、レスキュー隊とかいろいろ来られてるみたいですね。定期的に落ちますよね。すごい流れですよ。引き上げのアンカーの車が来てますね。怪我人がなければね、いいんですが、どうだったのかっていうのはちょっと、今のところここからじゃ分かんないですね。